茂木経済産業大臣は、TPP 環太平洋経済連携の交渉入りを前に、日米間で懸案となっている分野について交渉を進める考えを示しました。実際さまざまなやり取りというのは交渉の中で行われるものでありますけれど、その前に詰められる点については協議を進めていきたいと思っています。会見で茂木大臣は、日米首脳会談で日本もアメリカも慎重な交渉が必要なセンシティブな分野があることを確認したと指摘しました。その上で、TPP の交渉参加を前に、二国間で詰められるものは解決を図っていきたい考えを明らかにしました。この発言は、アメリカの関心事である自動車や保険、牛肉、また日本にとっての米や乳製品などについて順次交渉を始め、解決したい考えを示したものです。